来週から第二次補正予算の審議が始まりまりす野党としては家賃学生支援そして医療機関への救済さらには一人親家庭の支援こういったことについて一定盛り込まれたことは評価をしています。しかしながらこの二次補正予算には10兆円もの予備費が積まれています。 今日の政府与野党連絡協議会で野党側としてはこの10兆円のあまりにも大きい予備費に対して使うことは必要なので使途を明確化すること緊急性の高いものにちゃんと転用することといった強い要望を求めましたこれから与野党での折衝を続けていきたいと考えていますまたこの二次補正予算には 持続化給付ににつきまましてて非常に疑惑が広が広っています経産省が事務委託をしたサービスデザイン推進協議会ここになんと769億円ものお金が投じられまさに中抜き機関としてこの協議会が使われています本当にこのことが必要だったのかどうかなぜこういったことをやったのかこんなことをするぐらいなら持続化給付金 一日も早く給付をしてほしいという事業者が今たくさんいますこういったことについてもしっかりと追求していきたいと考えていますし一時補にあった1.7兆円のゴートゥーキャンペーンこれも事務委託費がなんと3095億円も積まれていることも明らかになりましたこんな事務委託費を使うぐらいならば厳しい旅館やホテル観光業界に直接応転をした方が ましてはないかという声も上がっていますこの国の行政は一体どうなってしまったのかコロナ対策の諮問会議の議事録も作成されていないことが明らかになりましたこういった点について必要な補正予算の議論とともにおかしい疑問点についてもしっかりと追及していきたいと考えています